こんにちは、ブルーブルースタッフの泉です、鹿児島でブルーブルーのテスターをしてます小鉢こと小原明彦です。久しぶりですね小鉢さん。お久しぶりです、ね、ご無沙汰してます今回は、はい、この開発中のルアーの、はい、まあ、実調だとか現場での打ち合わせを含めた、動画ということで、ここは鹿児島県のとある、まあ、小規模河川となっております。なるほど、はい、まあ、今回この動画では、はい、この、ね、開発中のシヌトップルアーですよね、はい、かれこれ2シーズン3シーズン目ぐらいですかね今回ね。もうそうですね、実は意外とかかっちゃってやってますね、まあ、シーズンものなんでねちょっと時間かかっちゃってますけど、はい、まあ、この開発の、いよいよ大詰めの段階を迎えてますんで、この製品の現場の細かい打ち合わせと、あとこの小鉢さんのこれまで培ってきたそのチヌトップの知識だとか、アプローチの仕方とか、まあ、釣り方ですよね、そういうのもちょっと学ばせていただければと思ってます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速やっていくんですけど、ここどんな感じのポイントなんですか？まあ、ここは周りとも河口に近いところなんですけど、はいはい、まあ、その分垣手がちょっとあるんですよ。で、あの辺そうですね。でちょっと垣手前後に魚がよくついてるなっていう感覚なので、ちょっと垣手のところでラインを擦らないようにだけちょっと気をつけながらアプローチしながら、ね、はい、分かりました。じゃあ早速やっていきましょう。はい、 OK です。結構ここがなんかこう虫パターンも混ざりつつで、甲殻類みたいな、あの壁際とかにカニがついてたりとかして、結構壁側意識してるのも多いんで、うん、あ、じゃあ結構対岸の際に際に落として引いてくれば。なるほど、ってところですね。分かりました、はい、OK です。で今一番潮位が低い時間帯だと思うんで、まあ、なんか微妙に障害物が頭出しちゃってるところもあると思うんで、うん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 、ラインのメンディングだけ気をつけて。分かりました。あ、今から揚げが効いてくるタイミングなんですね。どうする、もうちょっと時間かかるかもですけど、今顔の中に残ってる個体を拾っていくような感じですね、うんうんうん、はい、分かりました。楽しそうよっしゃ、よしゃ、先生第一投お願いします。はい なるほど、そのぐらいからアプローチしていくんですね。そうですね。結構なんか反応しましたね。手のひらサイズぐらいのちっちゃいチヌもいたりするんで。あ、そんなサイズも入ってきてるんですねへー、すごい。でもそのぐらいのサイズになるとやっぱり果敢にアタックしてきたりしますよね。うん、動かし方のコツというか、どんな感じのイメージでルアーを操ってる感じですか？今もう僕今投げた方がダウンクロスの向きなんですけど、うんうん、もうしっかりとカップの部分に水を当てて体を振らせるっていう感じです。うんうんうん、は今割とはっきりと動きが出るようになるほど。じゃあ波紋も強めに出すような。そうですね。なるほど、なるほど、はい、と最初はっきりとさせて、やっぱその波紋で寄せてくるみたいなイメージで使っていく方がいいんですか？そうですね、最初はまずアピールを重視して。なるほど、わかりました。その中で反応がちょっと今日はついてるけど、なんかこう追い方があんまりスピーディーじゃないなとかってなった時にアクションを弱めたり、なるほど、スローにしたり、少し緩急を入れてあげるみたいな。そうですね。なるほど、飛びすぎた、飛ぶな。お、来た、来ました、すげえ速攻ですやんわー、これちょっとやばいなすごいな、垣瀬のエッジに行かれないように。リアルに開始2投目ぐらいですよ2投目でしたね。いや大丈夫かな頑張って小鉢さんこの垣瀬の裏に行っちゃってますね。あそこに行かれないようにちょっとだけ寄りますねどうぞどうぞ。すげえ、さすがプロ。わっ、これ上流の方登っていきますね。本当ですねおー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 おお、今結構際どいとこに切りましたよね。際どい、はい、すごい際に通して落として距離でいうと多分画面じゃ分かりにくいですけど、30〜40m はあるんじゃないかなっていう位置でアプローチしてて、いいっすね。さすがプロ。早っ。これさ、なんかファイトのコツとかってあるんですか？そのまあ覚醒の時は、ね、シーバスだとやっぱエラー洗いとかもあってなんですけど、はい、あ、浮いてくれるんで、はいはい、ロッドを横にしたりとかするんですけど、チヌの場合は基本的にかけたら下に突っ込んだりっていうところがあるんで、ロッドを立てた方がいいですね。なるほど。
いいっすね、答えが早っ。イエーイやったやったこうしたなんか、キビレっぽい感じな式でしたよ。そうですね、色が薄い、え、あ、キビレかもしれないです。これキビレじゃないですか。キビレですね。あー、小町さん、早っ。よかったです、落とすところが良かったかもしれないですけどですね、アキュラシー抜群でしたね、飛距離も出てましたし。やっぱ、対岸際とかに落ちるとやっぱり一回何かを確認するのか、特にキビレなんかやっぱ反応が早いんで、多分着水運で、着水してすぐじゃなかったですよね、誘ってきて、そうですね、動き出してしっかり水掴んで動き出してしっかり引き波出たなってところでいきなりみたいな、はあ、さすがです。よし、いけるかな、お、いけるかな。今日は優しい子でしたね、いつも仕返しをしない。バチャーってかけられちゃう、いつも早いってやったらベチャーって過去の動画全部水かけられるんですよ。一回顔にかけられちゃう、ね、いしたって言っちゃいましたね、方言で。いったバイバイ。あ、バイバイ、ありがとうございます。でポッピングとは違ってなんかまた、はい、でもしっかり止めてましたよね今。そうですね、ここに水当てて、でも音がする時があるんで、まあ、しっかり噛んでんだなっていうのは思うんですけど、結構ペンシル的にちょんちょんちょんだけじゃなくて、もうしっかりパンパンっていう、そうですね、ポッパー的な使い方もできちゃうんですね。そうですね、スプラッシュっていうかポッピングというかちょっとなんですけど、結構なんかただ巻きで使えたらいいですねっていうのを最初やっぱ聞いてたから、はあ、それがメインで使ってるのかなと思ったら、やっぱその場所場所によってのそのアクションの多様性みたいなのもやっぱりあるルアーなんですね。そうですね、そうですね、特に、まあ、あの飛距離でどのあたりにあるかで使い分けたりみたいなのが、あ、なるほどなるほど、切るんで、はあ、分かりました。よし、頑張ろう。ナイスキャス。うん、うお、乗らない、乗ってない。ああ、乗ってない。よくバイトで。しかもエビらされた。本当いいとこ入ったね。いい出方でしたね。今の出方もなんかキビレっぽかったですけど。うわー、乗れなかった。見えてるチヌとはまた違って出るかな出るかなみたいな。ブラインドで。こんな感じいいですよね。ブラインドで打ってる感じですよね。想像とイメージの中でやるっていうのが。でそのイメージ通りの位置でなんか後ろがモワンってなったりするとはーみたいな。だからこう誤爆も誤爆したらあーかかんないってなるけど、でも誤爆は誤爆でめちゃめちゃ嬉しいです。嬉しいですね。で小橋さんのアクションをしっかり見よう。あ、結構なんかポッパーっぽくを動かしちゃったりするんですね。そうする、お、来ました。マジか。すごいな。お、2バイト2フィッシュ。なんかこれも動き回りが早いんで、ひびれっぽい気がしますけど。すごいな。本当今完全に向こう合わせでしたね、やっぱりね。向こう合わせですね。うまっ。これもなんかキビレっぽい感じのガツガツ感なんですけど、クロダイかな、本当だ、キビレかな。いやーちょっとすごい。すごい、多分ちょっとしたアクションの違いとか間とかの取り方なんだろうけど、おお、すごい、もう水深20センチもないですからねここ。イエーイ、やったー。すげー、今日はまたさっきとは違ってちょっとロッド操作のアクションで、小橋さんイエーイイエーイイエーイナイス、お前ナイス。マジかー、すごい、もうなんか実力の差を見せつけられてる。そうなんだ。お、この子も優しい、優しいですね。待て このチヌトップ用のルアー、はい、まあ、最初もうかれこれ多分3年前ぐらいですかね、ブルーブルーからちょっと小町さん監修でチヌトップルアーをちょっと作りたいんですっていうお願いをしたじゃないですか、はい、でその後にこうちょっと分かりました、練ってみます、あん練ってみますみたいな感じで、はい、ちょっと小町さんに丸投げしちゃった感じで。でその後こう何ヶ月か悩んだ後にこの棚巻きで動いてほしい、うん、
そういうルアーがやっぱりないし、なんかこう、こういうルアーを作りたいんですみたいな、ちょっとあの簡単な絵と一緒にもらったじゃないですか。はは、僕の中でやっぱりじゃあ他の人はやっぱ使っても、誰が使っても使いやすいようにうん考えた時、やっぱり先ほど言ったやっぱただ巻きで使えるルアーがあれば、こう、あ、なんかこう苦手な人でもなんかアクションを出せるっていうところがあればいいんじゃないかなって思って、まああの、まあ、ノイジーに近いかな、なんていうんですか、バスでいうとこのノイジーみたいな形ですよね。なんか形な水をしっかり掴んでボコ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 なるような動きが出ればいいな。なるほど、ところでイラストで描かせて送らせていただくところですね。確かにこうトップウォーターって自分で動かして見て動かしていくがゆえに、使い手のそのアングラーさんの技量がもろに出ちゃう、差が出ちゃうルアーですもんね。なるほど、そこをこうあまり使い手を選ばずに使いやすくアクションがしっかり出て、誰でも投げやすい、投げても簡単にアクションが出て魚が釣れてくれるっていうところを目指してた、そういうコンセプトがあったんですね。もちろんちゃんと上級の方にもちゃんとそれなりにまたアクションを自分で加えて、しっかりする中で食わせのアクションを埋め出せるように、ただ巻きでも使えるけどしっかりアクションとしても機能する。なるほど、というところを意識します。あ、ただ巻き の, そのオートマ感もあり、ただちゃんとエキスパートの方が使ってもマニュアル感が出るような。なるほど、そういうことだったんですね。もう打っては3歩進んで、打っては3歩進んでみたいな、そんな感じな、乱眼で、乱眼でいきましょうか。なんかさっきから結構川の上の方に来たからか、ルアーがこうやっぱたもうほぼ淡水なんですかね、今状態としては。ほぼ淡水です。残ってるとしても、もうほんとそこの部分のあれだと思うんですけど。なるほど、なんかちょっとやっぱルアーの頭が入りやすくなったというか、そうですね、そういう感じがありますよね。はあ、だからさっきあのもっと下流側で使ってた時よりは引き波がちょっと弱くなるのかなっていう。糸リーブがちょっと強め、糸リーブがの抵抗を入れてようやく引き波が立つみたいな感じなんで。あ、じゃあもうちょっとウェイト軽くしてルアー自体の浮力があった方がこういう時は、まあ、使いやすくなるわけですよね。そうですね。なるほどな。上に行った時にやっぱちょっと変わってきちゃうところはね、浮力か、その浮力感が変わってくるんですね。小鉢さん的にフック、これ今8番かな、8番か、はあ、8番2発ですけど、フックサイズ的には全然問題ない、はあ、問題なくこれでいいと思います。わかりました、はあ、じゃあウエイト調整だな、中の OK です。わ、はい、かりました、じゃあちょっと行ってみましょう、はい、いいっすね、いいっすね。あ、逃げた、いや、逃げたと見せかける。あ、なんでそっちで、ね、なんでそっちで、ハクきた、お、やったきたやったきた、あ、バレた、なんで待ってよ、待って、合わせたのに今のはちゃんと待ったのに、あ、なぜに、なぜにすいませんいやー、マジか、本当だ、一瞬ね、パッてルアーが逃げた、バーンって回って逃げたのかなと思ったら、やっぱ一応やっぱ様子見に来るんですね。見に来てああやって反応しちゃうんですねうわー、やっちゃった、なーにやっちゃってんだか。あ、いた、ちょっと待ってくださいね。あ、いますね。しかもあれ黒チヌじゃないですか。あれ黒っすね。よし、おっしゃ、よし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 いや、これキビレっぽいっていう、これは叩いてますねやっと来た、よっしゃ、やっと来ました、すみません、お待たせしました。お、どっちかな、どっちか、あ、ついてきちゃってる、ついてきちゃってる、ついてきちゃってるついてきちゃってる、タナボタいけるかな、ついてきちゃってる、タナボタができるときなんですよ。 あるんですか、そういうとこ。はい、あ、一緒についてきてるやつ多分2匹、 あ、反応した今、確かに小鉢さんがあの口についてるルアーを奪おうとする稽古もあるんで。なるほど、やったぜー、お待たせしました、お待たせしました、お待たせしました、お、今ここぬかるむ、あ、こっちは行かないよいしょ、いやー、よかった、あー、いい感じルアーとしてはなんかかなり使いやすくなってますね、うん、そうですね、今も結構アップ気味だったんですけど、しっかり水掴んで動いてたんで、いい感じでバイトしてくれました。よっしゃめっちゃ嬉しい、これは。いやー、やっぱね、自分で自分たちで開発してるルアーでこうやって結果が出てくるってすげえ嬉しいですね。嬉しいですね
はい、じゃあリリースしまーす。ありがとうね。バイバイ。いけるかな。バイバイ。特にまた僕的に使いやすいなと思ったのは、やっぱりこのリップカップのとこがこうカーブをさせるようにしてから、なんか掴み方がまたこうスタート、なるほど、動き出しのスタートっていうところが、なったなと。より頭が、より浮上力が上がるっていうか。あ、なるほど、はい、ちょっと波気があったりだとか、まあ、海水じゃなくて淡水域みたいなところでもしっかりこうスプラッシュが出るような、ね、いや、それは今回私もこの使い方は結構想定してなくて、開発段階で。なので今回実調で小橋さんの使い方を見てて、あ、そういう使い方もするんだっていう、まさに本当にエキスパートのみぞ知るみたいな感じに感じたんで、そういうところも求めてだったんですね、あの水つかみがもうちょっとよくっていうのは。ただ巻きのアクションでもこう引き波ももちろん出ますけど、音も結構いいですよね。そうです、意外と音がしましたね。なんかカップ今度こうポッパーみたいに穴が開いてないと音がしないのかと思ってましたけど、なんか優しい甘いカポ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 って音がね鳴ってますよね。あれもやっぱりこう魚を呼ぶ要素の上では結構大きかったりするんですか。そうですね、水深が割とある中で魚を呼びたいとかって時に、まあ、あの広い割に稚魚が少ないって時にはちょっと音の要素が必要だったりするかな。なるほどなるほど、そういったところでもプラスに働いてるんですね。なるほど、いや、良かったですね。あと特徴としてこの通常この手のルアーってカップが金属じゃないですか。あ、じゃないですか。ああ、そうで、これなんで樹脂で再現したかったかっていうと、小町さんが結構そのガボッツ6号とかで釣られてる時にクリアカラーを結構多用されてますよね。ああ、そうですね。そう、あれってやっぱり見上げた時のシルエットなんですか。シルエットは確かそうですね、ボディがクリアなのに、リップカップのところが金属だと、そのだけ金属のシルエットだけ、あ、はっきり見えちゃうなっていうところも。なるほどなるほど、やっぱりチヌトップってちっちゃいことが美徳とされてるところもあるじゃないですか、はい、最後のその見切る見切らないのところで、はい、多分それを再現したかったってことなんですね、この金属リップやめてくださいみたいなの。金属の方が本当は、ね、自分でアレンジして曲げたりとか、あ、なるほどなるほど、そういう人もいるのかもしれないんですけど、もうここは自信を持って、なるほど、もう絶対シルエットの方が優先だみたいな。あ、なるほどな。綺麗ですね、朝日が。朝日が綺麗ですね。ですね。眩しいぐらいですけど。小橋さん、ここすごくなんていうか開けた場所というか。そうですね、サーフに面した、まあ、ゴロタで、遠浅のゴロタ場ですけど、まあ、この時間帯であれば風もないんで、まあ、遠投した先の動きを確認したり。なるほどなるほど、ね、遠投先での動きがこういうところだと見やすいってことですね。そうですね、なるほど、確かにテストしやすいですね。今日暑くなりそうなんで、熱中症とか注意して。そうですね、やっていきましょう。はい、頑張っていきましょう。行きましょう。はい、行きます。なんかピチャピチャやってますね。ベイトが結構多いですね。カタクチイワシだったりハクだったりっていう感じなんですけど、たまになんかボイルみたいなライズとかってあるもんありますね。まあ、シーバスがたまにっていうのはあるんですけ ど、 なるほど、あとはコトヒキとかチヌ以外にコロダイあとかマダイとかそんな感じのがいたりするんで、すげえ楽しそう。そっかそっか、まあ、いろんな、まあ、海なんでですね、うん、いろんな魚種が出ることがあります。いや、楽しみですね。ちょっとやっていきましょう。はい。まずこの手前のここは流れ込みの出口になるんですけど、この付近にもういる可能性も高いです。なのでもうこの辺りから探って出ないでおれば、出ないようであれば広い方を探っていってもいいかなと思います。わかりました。おお、飛ぶ。ベイトがどこにいるかもすぐ分かりますね。本当ですね。うわ、結構ピチャピチャしてる。結構充実してるっぽいですね。ここのとこずっと天気風が強かったんで、はいはいはい、確認できなかったんですけど、こう確認できれば安心です。なんかやっぱりこういう小規模な流れ込みというか、はい、川の河口でもこれが寄ってくる要素になるんですね。そうですね、やっぱ淡水があるところ、まあ、水が多分冷たいっていうのもあると思うんですけど、海水との温度差がだいぶあるんで、あとはやっぱ川の中の方にはやっぱベイトがいっぱいいるんですよ。カニとかチヌとかが、チヌが好きなベイトもいるんで。あ、川の中に上がりたい魚が待機してるみたいな。そうです。なるほど。
でもね、ちっちゃい川なのでもう干潮付近になるとやっぱベイトも外に吐き出されちゃうんですよね。なのでこの辺り一体ベイトが多くなるっていうのはありますね。より僕らに近い方で引き波を立ててるのは多分おそらく稲子ハクだと思います。あ、なるほど。で割とちょっと大きめ付近で着水点よりちょっと先かなぐらいのところで見えてる引き波はおそらくカタクチイワシです。おー、小橋さんのルアーのすぐ近くで何かやりましたね。なんか波紋が出ましたよね。おっしゃ、おっしゃ、出た出た。やっぱあの波紋って魚だったんですね。だったんですね。さすが。おっしゃ。さあ、なんだ、なんでしょう、なんだこれは。跳ねないですね。跳ねないですね。シーバスではなさそうです。おおお、来た来た。イエーイ、やったやったやったやりましたねイエーイやったっすよ。今なんか早めのアクションでしたか。今ちょっと私も見てたんですけど。いや、だいぶゆっくりでした。あ、ゆっくりですか。引き波だけ残してちょうど着水して巻いてるところで近くで波紋が出たんでそこからタメをつけたんですけどやっぱついてたみたいです。なるほど出ましたね。出ました。出ましたね。いやー、速攻結果が出てくれてよかったです。本当ですね。早かったなんかこうベイトのね、ベイトの気配があるんで、まあ、それをヒントに、まあ、近いところ投げていけば結構スロー、ね、なんかスローめに止めたりタタタって動かしたりなんか多彩な動きで誘ってましたよね。そうですね。魚がいるか分からなかったんで最初ははっきりめに引き波立ててたんですけどなんか近くで波紋があったんでもしかしたらついたかもと思ってそこから止めて魚に追いつかせるっていうか。なるほど。そういう駆け引きをしました。止めてても見切られなかったって感じですよね。見切られなかったですね。あの印象的には。そうですね。やっぱりな、シルエットのこのリップのこだわったところとか効いてるのかもしれないですね。そうですね。いいブレーキかけれたんでそこやっぱ効いてると思います。リップがな、やっぱこれが金属だとシルエットはっきり出ちゃいますからね。そういうところもいいんでしょうね。 OK です、本当は跳ねてる跳ねてる、なんか跳ねてる。何かしらやっぱプレッシャーかけてると思います。おお、飛ぶ。お、 なんかいました、ね、おすごいすごい、魚っ気が。お、なんだなんだなんかが追ってます、追ってます。なんかが追ってる、なんかが追ってるなんかが追ってる、くれなんかが追ってる、くれ追い回してる、追い回してるお友達かでも今追っかけてたのはチヌっぽかったですあー、まだいますねずっとベイトの後ろを追って回ってる感じですよね。普段川で釣りしてたら分かんないこと多いですけど海でこうやって生命感見ると豊かだなと思いますね。そうですねあ、いいとこに住んでるんだなと思いました。お、来ましたよ。ナイスです。来ましたけどあんまり叩かないな。なんだ、跳ねないし。おー、元気じゃん元気じゃんいきなり本気出してきたじゃん全然素直に寄ってきてると思ったらいいっすね、元気よ。おー、元気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 。おおー、まだ行くまだ行くまだ行く、本当にすごいすごいタフだな。もうちょいもうちょい、あと少し、頼むよ。リアしかかかってないぞリアしかかかってないぞ。元気なんですよ、めっちゃ元気なんですよ。よいしょよいしょ、やったー。ちょっと良くないですか、肩も。いいタイプやったはい、どう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 やったー、あらーすイエイ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 大きくないですか、ちょっと。それでいいですね、ちょっと大きいですね
よっしゃありがとうね。いけるかな、元気いけるかな、よいしょ、おいたいた、はや、元気すぎるな、バイバーイ、また釣られてね、やりました、あざっす、先生あざっす、いい結果出ましたね、出ました ね、 ね、いやよかった。ただやっぱり小橋さん言ってた通り、もうちょっとこう沖で存在感が出せるようにしたいとか、うん、ちょっとアクション面で少し、まあ、調整というか試したいことが今回やっぱ現場で来て見えたんで、うん、そうでしたね、またちょっとそれを調整して、会社帰って調整して新しく削って調整したものをまたちょっと小橋さんにたくさん手配しますんで、こちらで手伝いしますんで、うんうん、またお願いします、はい、うん、もうちょっとかかりそうです。忙しくなるな、この夏。いやすいませんね、いつも毎度毎度。